バッキンガム大学は、イギリス、イングランド、バッキンガム州バッキンガムにある、英国初の私立大学。教育の独立、自主独立、学生第一の精神を掲げ、校訓は、アリス・ボランズ・プロプリス自らの翼で羽ばたけ。1976年、ユニバーシティ・カレッジ・オブ・バッキンガムとして、教育科学大臣のマーガレット・サッチャーにより開学。 マックス・ベロフ卿などの英国貴族院議員が、開学者に名を連ね、ロスチャイルド家ら、多数の指揮者が開学を支援。今もヘルシャム寮やベロフ寮などの、各学生寮や職員寮、アンソニー・デ・ロスチャイルド・ビルディングなど、多数の指揮者の名を冠した建物がある。開学以来、オックスブリッジ方式の少人数教育を推進。1983年、女王エリザベス2世より、 直居上、ロイヤルチャーター授与、学位授与機関として認可。創立以来、英国王室、英国貴族院と関係が深く、チャールズ皇太子、エドワードなどがたびたび帰学し、リチャード・ルース教、サイモン・タンロー教などが歴代学長、総長に就任している。本学は六学部体制で、開学当初から実業界との結びつきが強く、 英国大学の中でも常に最高レベルの就職率を誇り、各国及びグローバル社会の第一線でも活躍する有能な人材を多数送り出している。2009年には、ロンドンにキャンパスを開校。2007年、医学の大学院課程を設置。2014年、テレンスキーリー学長の主導で、医学の学部課程を設置し、これまでの大学院課程も合わせて、 英国初の私立大学医学部バッキンガムメディカルスクールが誕生した。本キャンパスはバッキンガム公爵の城席に隣接するハンターストリートキャンパスとバーニーパークキャンパスの2つあり、英国伝統の佇まいと教育理念を堅持しつつ、グローバル時代に対応した最先端の講義、研究が行われている。2011年には20年後の創立55周年を目指し、 キャンパスの拡充プランを発表。本キャンパスの面積を大幅に拡張、既存の建物をリニューアルするとともに、新たに行動、学生寮、教育旨、図書館などを整備する。タイムズ、ガーディアンなどの主要新聞の総合大学ランキングでは、法学、政治学、経営学、英語学が毎年上位に評価されている。ガーディアン氏の分野別ランキングでは、 法学第24位、経営学第2位、英語学6位にランクされた。タイムズ氏の前衛大学ランキングでは、前衛総合21位、学生満足度指数は1位。タイムズ・グッド・ユニバーシティ・ガイドでは、学生満足度指数は、オックスフォード大学とケンブリッジ大学と同数で、前衛1位。ガーディアン氏の総合大学ランキングでは、 前衛総合25位となっている。ありがとうございます。